明さんはどこにいた？これ初めて聞きました。寺さんはソロなの？いや、草さんと。難しいな。これ作編曲宮川さんで、両方とも。作曲は宮川さんだと思うよ。うん。先輩けなすわけだけど、よくこんな曲でこんなボコボコ。分かったよ、テクニックはバカ野郎みたいな。キーを張ってドラム叩けるような発揮って。これ全然知らないんでよろしくお願いします。私も全然知らないんです。キーこれもすごい難しいですよね、難しいんで。一応 B フラットくらいかなと思ったんだけどね。 B フラットぐらい。どうでしょう。一緒に歌えると思えないんですよね、これ音域的に。だから多分近藤さんの時ってもっと全然高いでしょ。上で歌えたら別にいいんですけどね。すいません、ディレクターの方。はい、この歌って彼女だけじゃまずいんでしょうか。ちょっと待ってください。はい、すごい手。これね、多分ね、一緒に歌うの無理だと思うよ、僕。相当ね、もう男のキーだけど音域広いから、どっちかに合わせるとどっちかには。そうなんだよね、うん、この譜面で一応一音下げてんだけど、澤田さんよりも下げてるんですね。下がってるんです。あ、わかりました、道理で。とりあえず寺田さんフューチャリングで、久さんすいませんけど。よろしくお願いします。すいませんでした。無理です。あと1曲あるんだよ。あ、ないかも。気が合わないです。お疲れ様でした。いやいや、あとまだ1曲。あ、聴くれるんですか。じゃあ、彼女が生きる音域と僕が違うんだ。全く違うんですよ。ね、このほぼ2オクターブあるんですね、これね。そうなの、音域が、うん、ほぼ2オクターブだ。2オクターブに1音足りないだけでしょ。だって俺なんか原曲捨てて無理やりやってるもん、はっきり。お前、君を乗せてこんな気切って、いい、好き、こういうぶち壊しが。もしもし、感想からもう一遍やってくれます？4小節になっちゃった。イントロへ戻るのやめちゃって、うん、で、メロへ戻ると。え、どこに戻る？かっこいい。どこに戻る？で、あとサビしかない。サビしかないんだ。そうだそうだ。ということは、そのまんまじゃあ演奏でストレート。今このいいビスでもいいんだよね。いいビスでいいですね、うん、でもだしさ、コードの動きであれだったら俺はこのパターンキープしてるから気にしないでいいよ別に。やばかったごまかすから、うん、風に向かい長い